ベスト8で敗退した日本代表、森保の話を誰も聞いてなかった WWW。みんな中学生の反抗期みたいな態度で草。もう誰も森保監督の話は入ってこないんだろうね。コーチの信頼が全くなくなったの草。試合中全く指示しないのに、試合終わってから急に熱弁するスタイルマジで草。もうヨーロッパで戦ってる選手はクラブを優先してくれ。ワールドカップの時は覚悟とベテランがまとめてくれてた感じあったけど、今回はずっとちぐはぐだったよな。久保田さんを酷使されずに敗退してくれてるのに、今乗るとデデルビは嬉しいだろうな。森保は勝っても負けても同じことしか言わないから、ペッパー君置いてた方が良さそう。チームの雰囲気と気持ちがこの1枚ですぐわかる。シーズン中のポジション争いの大事な時期にクラブ離れてアジアカップ来た選手に謝罪するべき。だけ呆れてて草。もう久保田監督も兼任してくれよ。チームサムで菅原がウィーケンズの時寝てたけど、それが正解だったな。こんなメンツ集めてベスト8で敗退する方が難しくて草。タキはもうモナコに帰って試合出ることしか考えてない WWW。 試合後に熱量のピークが来るボイチ。韓国でもイランインやソンみたいなズバ抜けてる選手はなかなか交代しないのに、なんで日本は久保をすぐ下げるんだよ。絶対に三徳棒一緒に使わない男。久保は W 杯の時から雑な使われ方しかしてない。クロップやアルテタ、デデルビから指導されてる選手は森保の話なんて聞かないでしょ。久保が切れないのが偉い。